今回から世界史一問一答シリーズを始めます。ではまずこちらから。古代ギリシャの植民地の一つで、紀元前734年にコリントによってシチリア島東南岸に建設された都市はどこか。答えはシラクサですね。コリントによって建設されたシラクサは、後に選手制の下で発展を遂げることになります。歴代の選手の中には文言を保護した者も多く、アイスキュロスやピンダロスなどが招かれたほか、ポエニ戦争でローマ軍を苦しめたアルキメデスも活躍したことで知られています。では次、独特な軍国的鎖国的制度を確立したとされる古代スパルタの伝説的な政治家、立法者は誰か。答えはリュクルゴス。リュクルゴスの実施した国政改革の内容としては、スパルタ市民の集団的寄宿生活による厳しい軍事訓練や贅沢娯楽の禁止、国内での金貨銀貨の使用禁止による貧富の差の除去などが、ヘロドトスやプルタルコスなどの伝承により伝えられています。では次、ソロンの改革と関係ないものは次のうちどれか。答えはあ、ソロンの改革には教育制度の改革は含まれていません。改革の内容は市民を財産に応じて4等級に分ける財産政治の導入、負債の帳消しと債務奴隷の禁止、民会への議案を事前に協議する400人評議会の設置、輸出市民権に関わる法律の制定などがありますね。では次、奴隷を酷使してアテネ富裕化の基盤を作った有名な銀山の名前を記せ。答えはラウレイオン銀山ですね。アッティカ地方の南東部にある銀山です。この銀山で採掘された銀を使って鋳造されたアテネのドラクマ銀貨は、地中海沿岸の標準貨幣として普及しました。では次、マケドニアの王はギリシャ世界を統制する手段として全ギリシャのポリスの同盟を結成しましたが、この同盟に参加しなかったポリスの名前を記せ。答えはスパルタですね。紀元前337年にマケドニア王フィリッポス2世によって結成されたコリント同盟にはスパルタは参加せず、その後も抵抗を続けています。この同盟はその後アレクサンドロス大王に引き継がれ、東方遠征において重要な軍事的役割を果たすことになりました。今回は以上です。ではまた次回。